何かしらものづくりが付随している AI× ロボット AI× ハードとかですね、いう企業が多いですかね。そうしてたら松井社長の方からちょっとそろそろ一緒にやろうぜっていう話をいただいて、断ったんですけど、最初ベンチャーキャピタル作って任せるからやってくれと、自分はそのものづくりのプロだけどあなたは投資のプロだから全部任せるからやってよっていう話だったんですよね。今日はですね、株式会社 MTG ベンチャーズの藤田社長に来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤田さんは先月くらいかな、出演いただいた元 MTG ですかねの吉高さん、チーフをされていた吉高さんに紹介いただいて、紹介というのは多分吉高さんからいきなりきっとメッセージが来てよろしくみたいな感じで言ったんじゃないかなと想像してるんですけれども、快諾いただいたということで今日は出演いただけるということでありがとうございます。ありがとうございます。ということで、まず簡単に藤田さんの自己紹介と、あとはまあ会社としてどういうことをやってるのかっていうのを教えてもらえますか。まあ、MTG ベンチャーズという会社で代表しております藤田と申します。MTG ベンチャーズ作って6年目になりまして、 MTG グループのコーポレートベンチャーキャピタルとしてスタートをしてます。 CVC の方は50億のファンドで、新規投資はもう終わってまして、今投資先30数社の、バリューアップと IPO に向けてアクションしているというのが一つと、もう一個はセントラルジャパンシードファンドっていう地域の課題を解決するファンドをやってまして、これ MTG と別で27社の出資者の皆さんからお預かりした17億円のファンドをやってまして、今20社かな投資が終わって、なお組み入れ中という感じの、2つのファンドをやってました。もともと新卒でジャフコというベンチャーキャピタル入りまして、それから26年間このスタートアップ投資をやっておりまして、そのうち22年は名古屋におりますので、世界で最も長く名古屋でスタートアップ投資をやっている人となっております。ありがとうございます。そもそも当時新卒 VC からっていうのは相当珍しかったと思うんですけれども、 MTG さんの話も聞きたいんですけども、個人的には藤田さんのキャリアもだいぶ興味ありまして、まずそこからお伺いできればと思うんですけども、はい、というのは新卒でジャフコさんですよね。今でこそよくあるキャリア、新卒 VC あると思うんですけど、当時なぜそういう選択肢になったのかっていうと、あんまりメジャーじゃないかと思ったんですけど。そうですね、僕のゼミの同期は全員銀行行きましたんで変わったキャリア選択だったかなと思うんですけど、大学の3年生の時にゼミの先生に日経新聞読みなさいと、それから日経ビジネス読みなさいと、 WBS 見なさいよみたいなので、1年生真面目に勉強しなかったんで、3年生から真面目に勉強しようと思って、先生に言われたことをちゃんとやりました。読んでたら第3次ベンチャーブームがスタートをしたわけなんですけど、あちゃこちゃベンチャーベンチャースタートアップって言ってなかった、ベンチャーってなってきて、これなんだろうなっていうので、気になり始めたのが最初なんですけど、そしたらたまたま日経新聞の一面に第1回国際ベンチャーフォーラムパシフィコ横浜で開催やってましてですね、でそこにビル・ゲイツとリチャード・ブランソンバージングループの会長が基調講演できます、でその後パネルディスカッションがありますっていうのがあって、僕くじ運がいいんで応募したら当たりました。でパシフィコ横浜行って生ビル・ゲイツと生リチャード・ブランソンの話を聞いて、面白かったのはリチャード・ブランソンの話が面白くてですね、その当時でもすでにバージングループってかなり大きい会社にはなってたんですけど、スモール・イズ・ビューティフルでいつまでもベンチャー精神を忘れずに僕らはこういう仕事をやってんだ、こういう会社やってんだみたいな話があって、ベンチャー企業ってグローバルで大きくなるとこういう感じなんだな、マイクロソフトしかり、バージングループしかり。っていうので、よりベンチャーへの関心が強まり、その後パネルディスカッションがあって、当時、ジャフコのこと日本合同ファイナンスっていう社名だったんですけど、そこの吉田社長ほか、当時のベンチャーの言うと言われた人たちのパネルディスカッションがあって、そこでベンチャーキャピタルを認識してですね、ベンチャーキャピタル面白そうだなと思って、僕は日本のベンチャー企業かベンチャーキャピタルに行こうって、そこでなんとなく決めてですね。でその後、古本屋にたまたまベンチャーキャピタル再生の道っていうのがあって、今みたいにスタートアップの本って売ってなかったんで、ほとんど取ってみたら、後ろに30社ぐらいかな、一覧表が載ってたんですよ。で、オベンチャーキャピタルいっぱいあるやんと思って、それ片っ端から電話して手紙書いて、キャピタリストないですけど、大体採用してないんですけど、結果、新卒採用やってたのが当時、もう潰れちゃった VC と、ジャフコとジャイク、日本アジア投資とがあってですね、受けて、最終面接に、その1位のジャフコ、2位のジャイクになって、で同じ日になったんですね。でジャフコの方の面接を夕方にしてもらって、ジャイクの方の面接を午前中にしてもらって、1日で2社受けることにして、でなんでジャイクを午前中にしたかっていうと、今原会長ってもうお亡くなりになられたんですけど、日本のその投資事業組合を作ったと言っても過言ではない方がいらっしゃるんですけど、その方がベンチャーキャピタル業界の黎明期をずっと作ってきた人なんで、今原会長にそのジャフコとジャイクの話を聞いてみたいなと思って、で最終面接で会長に、1位でジャフコっていう会社があって、御社は2位ですけど、どういうポジショニングなんですかって話をしたら、会長が、お前そんなもん、
あっちが横綱でうちが前頭に決まってるじゃないかっておっしゃってたんで、あ、じゃあ社会人スタート前頭から辛いから横綱から行こうと思って、それでジャックを入ったんです。当時のリアルな空気感というのをちょっと理解できましたね。ありがとうございます。ジャックにキャピタリストとして入ったんですかね。そうですね、はい。それは東京でやってたんですか。入社していきなり名古屋だったんですよ。当時はマザーズがなかったんで、うん、上場基準が上場利益億単位で出さないと出れなかったんですよね、はい、なので僕らが回ってた営業先っていうのは2年ぐらいでこの先上場できそうな経常利益1億円から3億円出てるような中堅企業に訪問するっていう営業を、まあ、ひたすら4年間ぐらい1日100件出まして20件飛び込みしてみたいな東海3県を走り回ってた感じです。当時もあったんですね、そういう IPO 行けそうなというか行きたそうな会社さん。そうですね、儲かってるから無理して行かなくてもいいんだけど、でも上場して株式市場を使うと財務体質も改善されてこうでこうでみたいな上場の提案営業みたいな感じですね。ただ名古屋金利って言われるぐらいこの地域金融機関が多いから金利が安いから足りないじゃんっていう、上場しなくていいじゃんっていうのもあったんですけど、いやいや上場した方がこういうメリットがあってこうでこうでみたいな、そういう営業でしたね。なかなか社長に会えないんですよ、中堅企業だから。なのでなんか巻き手紙書いてみたりとか、あの受付にハーゲンダッツ持ってってなんとか通してもらおうとしたりとか、まああの手この手を使ってですね、なんとか優良企業の社長に会いに行くっていう。ここは当時の野村証券と一緒だった時の名残が。そう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 、まさにですね。なるほどなるほど。そんな中で上場を決断していく会社とそうじゃない会社って何かどういうところに違いがあったんですか。上場じゃなくてその先の、うん、企業大きくなっていくその成長した姿を描いている経営者の方は上場選択肢にしてさらにステップアップしていくっていう感じでしたかね。上場ゴールみたいな感じ、もしくはね食っていけてる会社はそこら中にあるんで、成長戦略の展望がしっかり描いている会社さんが、うん、エクイティ使って上場していくっていう感じでしたね、うん、当初ある中で愛知でこう上場するっていう、まあ、選択、うん、メリットデメリットなのか、あるいはこういう特徴があるみたいなところで思うところってありましたか。年間100社 IPO 出るとすると大体ね東海地区って5社ぐらいなんですね、うん、本来10社ぐらい出てもおかしくないんですけど、自動車産業から IPO 出ないんですよ、うん、あと航空機産業からも IPO 出ないんですよ、うん、っていう業界構造なので、うん、意外にあの出てく会社ってサービス業とかが多いんですね、うん、ここ一番エアとか相模チェーンとかビレッジヴァンガードとか、うん、米表木曽路とか、まあ、なんか飲食とかで、うん、あのぐわーっと全国展開して大きくなっていくようなところが出てくるんですけど、名称に上場すると、まあ、基本的にはこの地域の株主さんが増えるので、まあ、お客さんですよね、言ってみれば、ね、うん、っていう意味では東証出ても知名度上がっても名古屋の株主増えないんで、お客さん増えないんで、という意味では名称に上場した方が、うん、そういう事業をやってらっしゃるところにはまあメリットが大きいんでしょうね。まだ 2C の事業だったらあのやっぱ地域特色あって、まあ、株主優待じゃないですけれども、そうですね、お客さんがファンになって投資家になってみたいなのもあるってことですよね。じゃあまあその愛知でずっとキャピタリストやっていて、すみません、十何年やりましたっておっしゃいましたっけ。最初に名古屋に4年おりまして、はいはい、でその後本社東京本社に4年行って、その後もまた戻ってきて2005年の愛知万博の時に名古屋戻ってきて、これ2回目の分で、うん、そこからずっと名古屋いる感じですね。じゃあ東京のスタートアップ、愛知のスタートアップ、もしくは東京の VC、 愛知の VC なのか、そこで違いってありますか。愛知ね VC ないですよ。なので認定 VC 制度作って首都圏の VC を愛知県が認定してるんですけど、うん、愛知県って大手企業が山のようにあるんで、この山のようにある大手企業さんがそれぞれ CVC をやっていく中で量と質のレベルアップを図れば、別にいちいち東京のファンドに頼まなくてもいいじゃんっていう状態にできるので、うん、みんなで勉強しましょうぜって言ってスタートしたのが2018年で、今やもう数百人の、あの規模になってるんですけども、うん、っていう状態になってるので、まあ事業会社で投資観点を持ってらっしゃる人がまあ増えてきてるっていうのはこの地域で、東京みたいにバン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  VC ができてるらしいですね。でスタートアップの違いとしてはやっぱり C 向け少ないんですね今は。でまあそこら中に今大手企業あるので、 B 向けのビジネスだったら実証実験やれる場所いっぱいありますよね、うん、っていう意味ではあの東京で探すよりは名古屋は探しやすいので、 2B をやっている企業さんが多いのと、スタートアップでも比較的ソフトウェアだけじゃなくて何かしらものづくりが付随している、 AI かけるロボット、 AI かけるハードとかですね、いう企業が多いですかね。あのマーケットは 2C 向けのものだと刺さりやすくて、でも上がるまでは 2B の方が馴染みやすいみたいなところがあるので、ね、面白いですね。
今 2B が多いですね、やっぱりね、うん、一番気になったのがこれまでもいろんな会社さん見ている中でこの一社に転職しようって誰にとっても重要だと思うもの、特にキャピタリストがスタートアップに転職するっていうのはちょっとまた訳が違うと思うんですよ。各社の内情をもう本当インサイダーとして知れる立場でもあるじゃないですか、うん、っていう中で、まあ、いわば転職ですよね、その MTG さんに行かれた時っていうのは、うん、そこの意思決定と経緯っていうのがすごい気になるなと思ったんですけども、うん、そこはどういう背景と経緯だったんですか？まあ、MTG はもともと僕の担当先の投資先だったんですけど、うん、まあそういう会社いっぱい過去もあってですね。そうですよね。で、うん、声かかったこともまあいっぱいありましたけど、JAFCO に入ってもう、ま、学ぶものがなくなったら卒業しようと思ってたんですけど、ベンチャーキャピタリストって投資の対象もトレンド的なものだとか、どんどん変わるし、法律も変わるし、企業家も若返っていったり、いろんなタイプ出てきたりとかっていうんで、まあ常にインプットが必要で、なかなかその、これできたら終わりっていう感じでもなかったんで、MTG が上場したのが2018年なんですけど、前の前の月ぐらいに代表の松下社長と二人でお祝いしてたんですよ、上場。うん。そうしてたら、松下社長の方から、ちょっとそろそろ一緒にやろうぜっていう話をいただいて、断ったんですけど、最初。ベンチャーキャピタル作って、任せるからやってくれと。自分はそのものづくりのプロだけど、あなたは投資のプロだから全部任せるからやってよっていう話だったんですよね。当時42、3歳だったかなと思うんですけど、50歳になった時のベンチャーキャピタリスト、ジャフコの中で残ってた場合どうなるのかなみたいな。50になっても投資を続けてるのか、はたまたなんかキャピタリストの一線からもう上がって違うことをやってるのか、なんか若干のこう不安と若干の達成感とみたいなのと、一方 MTG グループでこの社長と一緒にこの任せてもらったファンドをやるのもまあいいかなっていう、まあそこを考えた結果、まあいろんな経営者に会いましたけど、松下剛っていう代表はなかなか優れた社長だったんで、まあこの人だったら一緒にやってみようかと思って、まあ卒業することにしたという、そんな経緯ですね。以前出てもらった吉高さんも松下さんに声をかけられて、やるぞと再起してやったという話を伺ったんで、松下社長の何がそうさせたんですかね、藤田さんの場合も。1兆円目指してるんですけど、目指してる先がだいぶ高い目標なんだけれども、そこに向かって邁進してる、その背中がなかなか魅力的で、面白い人いっぱいいるんですよ。社長経験者みたいな人もゴロゴロいるんですけど、そういうんで会社ごとジョインしたりする人もいたりして、こういう人たちを引っ張ってくる、そういう人と一緒にやっていくのは面白いなっていうのはありましたね。確かに吉高さんもバリバリ働いてらっしゃいましたし、今もね、結構大手企業さんから来られた方が何かいらっしゃったりして、創業者の独特のビジネス感覚と、うん、まあ、次から次に新商品が社長のアイデアで出てくるんですけど、うん、っていうところと、大手でものづくりやってた方のいろんな品質管理だとか開発だとかのいろんな経験値がこう合わさって今の会社の強みになってるっていう。キャピタリストとしてこの会社が一番投資対象として魅力的だからっていうことと、その転職先として魅力的だからって一致してますか？必ずしも一致はしてないですかね、うん、ただまあ、ジャフの時に投資した時もすでにね、利益は出てて、ある程度高いバリエーションでしたけど、はい、そこからまあ、投資して上場した時には10倍ぐらいのバリエーションになっててですね、うん、まだまだ伸びてるっていう感じでしたけど、MTG グループに入ろうと思ったのと、そこは必ずしも一致はしてないですかね。まあ、社長と一緒にいろんなことやってってみようっていうのは、面白そうだなっていうのは、そこのワクワク感もありましたね。もう上場してるところはあるんですか？上場してるところは、東海地域もエコシステムは結構この数年間で出来上がってきたんですけど、シードのファンドがない、地域の課題にフォーカスしたシードファンドですっていうことで LP の方の皆さんに話をしてたら、結構皆さんから反応が良くてですね、うん、ぜひやりましょうよということで、特徴としては 100% はこの東海地域に拠点を置いている会社に投資しました。今すぐ会社を売却する予定がなくても、ぜひサロンに入って M&A そして IPO を勉強しませんか？将来必ず役に立つと思います。ぜひ M&A バンクサロンでお会いしましょう。